はい、プチパリジャンです。今日はオリホンのことについて簡単にお話をしたいと思います。で、オリホンっていうのは、皆さんあんまりもう今は見る機会はないと思いますが、おそらく使用したいことはあるかもしれないんですよね。まあ、使用といいますか、例えば般若心経とかありますが、ああいうのっていうのはオリ本と言いまして、まあ、蛇腹になってる本のことをオリ本と言うんですね。まあ、実際に開いてみるとわかるんですけど、まずこっちからいきます。これ道のくの人形たちっていう深沢七郎のうちにね、ゆかりのある深沢七郎の本です。で、限定本ですね、これは。はい。で、これオリ本になってまして、こんな感じでこう開くんです。どん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 ページが、最初はこう1枚っていうか1冊の本になってるものが、普通はページってね、こう分かれてて、こうどんどんこうめくっていくと、どんどん先に進められるっていうのが今の、冊子本の基本的な形ですけれども、その前のこのオリ本、冊子以前にこういうオリ本っていうのがよく作られておりまして、そのオリ本の場合は、まあ、ここから、まあ、作品のこのタイトルです。ここからスタートして、まあ、このように、まあ、だからやっぱ言ってみれば、これが1ページだとしたら、これ1、2、3、4、5、6って、まあ、アコーディオンみたいな形で、まあ、実際なんかアコーディオンブックスとか言うんですよ、海外では。なんでこんな形でどん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 進んでいって、で、こっちまで行ったら逆になって、こっちから読んでいっておしまいっていうような、そういった作りの本になってます。まあ、昔はね、こういったオリ本っていうののさらに前に貫数本っていうのがあったんですね。まあ、今だって貫数全く作ってないっていうわけじゃないかもしれないんですけど、貫数っていうのは何かっていうと、巻物のことです。まあ、そういった方が分かりやすいですよね。で、巻物っていうのは書写するためには別に不便はないんですけれども、一つ欠点があって、何かと言いますと、何か特定の場所、ページを読みたいとかって時に、例えば500ページある本のを巻物にしたとしますよね。そしたらすごい膨大な量になっちゃうんですね、巻物にすると。で、例えば500ページの中の453ページを読みたいって時に、巻物をものすごい広げないといけなくなるんですよ。まあ、物理上ね。なので、知りたい情報を知るには非常に巻物っては不便があるということで、そこから考えたのが、このその巻物の軸を外して、で、こういった形のオリ本に改装するっていうのが、日本だったら鎌倉ぐらいから始まったと聞いてはいますが、あまり詳しくは知らないですね。はい。もともとは中国から始まってます、こういった本。はい。で、あともう一個紹介しておきます。これは、本朝画家印譜体制と言いまして、ちょっと面白い本なんですけど、こうやって、なんかいろいろ、スタンプというか、いわゆるあれです、ハンコですよね。ハンコの、いろんな人のハンコが載ってるという感じで、インプ本って言って一時期流行ったようで、江戸時代なんかに結構出版されたと聞いてます。で、このインプ本は、ちょっと珍しくて、結構有名な画家なんかも入ってるんですね。ここに芳一上人ってあります。これ酒井芳一ですね。で、しかも1個だけじゃなくて、こんなにいろいろ使ってたんですね。ちなみにこれは、基本的にはですけども、画家が絵を描いた時の落款っていうのを押すんですよ、基本的に。それの落款です。ただ、そういうものだけじゃなくて、一応蔵書院、まあ、うちのトピックで昔あげましたけど、蔵書院の、蔵書院としても使ってたようです。一部の人は。と聞いてます。はい、以上です。